還元主義は日本で比較的定着している定義では上記のような考え方、主張に対する否定的な故障、要素還元主義とも言う。ただし最近では次のような定義をされることもある。またそれぞれの分野で特定の立場や理論を指す代名詞として用いられることもある。還元に対応する英語は削減を意味するリダクションであるが、これは概念や 法則の多様性を減らすという意味で理解することができる。なお、リダクションという語は科学で一般に、例えば数学で1プラス1という式を2に書き換えるといったような単なる操作を単に指して言う、簡約など広く使われている語であり、そういった場合は概念や法則の多様性を減らすという意味で理解することができない。自然科学の領域では最 とされる階層は、原子から素粒子へと移り変わってきたものの、素粒子論が扱うような微子的世界と、古典力学が扱うような巨子的な世界の間には、埋めることのできない理論的なギャップがあることは、指摘されている。巨子的階層の事物、事象を微子的階層に完全に還元することは、実際上は、不可能であるともされる。 還元主義に陥っていることが端的に現れている表現として、に過ぎないや、にしか過ぎないというものがある。還元主義に関して、しばしば問題となるのが、このにしか過ぎない主義とでも呼んだ方が良いような、極端な主張である。還元主義の歴史は古く、古代、ギリシャまで遡ることもできる。否定的に語られる還元主義だが、近代科学の発展に、 それなりに寄与した面もある。近年では、還元主義の難点を認識する人は増え、科学の領域でも複雑系の科学が生まれ、また、創発など様々な概念を用いて、物事を理解しようという試みが続けられている。なお、還元とは何を意味しているのか、何が何に還元されようとしているのかが曖昧なまま、用いられることがある。スタンフォード哲学辞典はもっぱら。 生物学における還元主義だけを項目として立てて記事にしているので、本校とはいささかそぐわない点があるが、あえて紹介すると、そこでは還元主義を一家のように区別している。椛島章介は極端な還元主義を盲目的な要素還元主義と呼んだ。ダニエル・デネットは貪欲な還元主義と呼んで区別した。突き詰めて考察すると、還元主義の問題は、 哲学の歴史と同じほどに古いともされ、古代、ギリシャまで遡ることも可能だという。例えば古代ギリシャの哲学者、自然学者らが万物の根源について論じ、ある系は水だ、土だ、などと論じたのもある意味での還元主義であるとも言われる。同じく古代ギリシャの原子論や四元素説なども、世界のすべてのものをアトムや元素に還元しようとするものであった。 とも言われる。デカルトは動物は還元的にからくり人形として説明できるかもしれないと述べた。その創造図近代においては還元主義を生むきっかけとなった考え方はデカルトにより1637年に刊行された方法除雪の第五部において提示された。デカルトは世界を機械に例え、世界は時計仕掛けのようであり、部品を一つ一つ個別に研究した上で、 最後に全体を大きな構図で見れば機械が理解できるように世界もわかるだろうという趣旨のことを述べた。デカルトが分解し網羅的に調べ後に統合するという考え方であったのに後に別の人々によってこの前半の分解ばかりが強調されしかも一部の要素だけに言及してそれだけでことたれるとするものが現れ還元主義となってゆくことになった。 1961年にエルンスト・ネーゲルは還元主義を理論間の関係と定義した。この理論的還元の最も困難で最も独創的な部分は2つの理論を橋渡しすることである。例えば温度は気体分子の運動をエネルギーと還元できる。ネーゲルは この種のより正確で実験的な法則を理論的に還元することが科学的知識の進歩をもたらすと考えた。しかしこの論理実証主義的な視点の還元主義はファイヤーベントらによって論理実証主義と共に批判された。ある理論の用語と別の理論の用語が全く同じ意味に用いられることは稀で従ってある理論は他の理論に翻訳できない。つまりネーゲールの 理論的還元の概念は厳格なタイプはほとんど成り立たないということが明らかとなったのである。だが、ネーゲルの主張は科学哲学における還元主義関連の議論に影響を残した。ポール・オッペンハイムとヒラリー・パトナムは科学理論の階層モデルに賛同した。この意味での還元主義は科学界に浸透していると彼らは述べた。例えば社会学と経済学は 集団レベルの現象を心理学の用語で説明すると述べた。心理学は個人の行動は生理学で、生理学は筋肉の働きを神経科学の用語で説明するとした。しかしこれは上位レベルの説明が不要になるという意味ではない。ケネス・シャフナーはネーゲルの理論的還元主義を修正した。シャフナーは還元する理論が 還元される理論を修正したものであるという考えを取り入れ、この改定モデルがよりよく自然科学の還元を捉えていると主張した。例えばシャフナーは遺伝学の分子理論が発展したことによって、優劣の法則のような古典遺伝学の理論も物理科学の法則から引き出せるようになったと主張した。これはつまり、改定された。 分子遺伝学が古典遺伝学よりも正確だという主張である。ただし、シャフナーはそれによって古典理論が取り除かれるとは主張しなかった。彼は理論的還元が成し遂げられない時でも還元は実り豊か,かなのだと強調した。例えば、生物の分子構造を発見する努力は工事レベルにおいてもしばしば有益だった、とした。 ケネス・ウォーターズは修正された理論的還元主義に対する立場をレイヤーケーキ・反還元主義と呼んだ。この反還元主義視点は多層的である。上位レベルでは遺伝現象を説明しようと試み、下位レベルでは遺伝物質の発現や複製を説明する。しかし、反還元主義が示す議論は実際の科学と一致しない、とウォーターズは述べる。 DNA と遺伝子は異なる概念なので、分子遺伝学と古典遺伝学が結びつけられないという反還元主義の主張は正確ではない。レイヤーケーキの概念は、同様に生物学の全分野に広げることができる。それぞれのレベルには、それぞれのレベルを最もよく説明する理論があるのである。なお、多層性の概念は、還元主義者と、 反還元主義者の双方に共有されていることに注意するのは重要である。しかしすべての還元主義者が多層性を受け入れるというわけではないと言われ、反還元主義者の中には全体論を提唱することに関心がある人もいる。還元主義は無機的な物事を対象とする物理学や科学においては有効であった。それらの分野での十七から二十世紀における発展に、 大きく寄与した。また、ウォーターズは、例の一つとして、生物学の遺伝的アプローチを取り上げる。遺伝的アプローチは、以下のようなものだという。これによって、特定の表現型に影響を与える遺伝子を分離することができるとする。もっとも、このような戦略は別段新しいというわけではない。生理学者は、例えば哺乳類の循環系など様々なメカニズムを、 解明するにあたって、その部品に干渉してみることによって何が起こるか観察していたという。このような研究プログラムは機能的分析とも呼ばれる。例えば線中のニューロンを調査している研究者は、神経系の部分がどのような能力に貢献しているかを知ることで、神経系を説明しようとする。ニューロンの中でベータスペクトリングはどのような機能を持っているか、 マーク・ハンマーランドとエリクヨーゲンセン、マイケル・バスティアーには、それがニューロンのクロースコーンに含まれており、軸索と樹状突起の成長に関わっていることを明らかにした。ゴドフリー・スミスは次のように述べた。地球科学は物理学に依存すると言われることがある。例えばマントルは次のように還元的に説明することができるのだと。 惑星の核を包む石のようだがわずかに流動的なそう。鉄、マグネシウム、シリコンと酸素などミネラルを多く含むが金属によってできている核とは対照的であるしかし同時に地球科学は過去の出来事も扱う。惑星の構造はその星の形成の歴史に由来するため構造の説明は一般法則の説明ではない。これは 理論的な還元が不可能なことを意味する。多くの地球科学現象は、創発特性を備えている。問題はそれらの特性が還元不可能かどうかである。一部の科学者は、人が認識できる範囲の法則に基づいたシンプルなモデルで創発パターンを再現しようとするが、他の科学者は洗練された数学物理学モデルで創発のパターンを再現しようとする。前者は、 地球科学的現象は還元できないと主張するが、後者は十分な計算能力と詳細な初期条件さえあれば、物理法則に基づいた数学モデルによって説明できると主張する。デブレンドのような物理還元主義者は、認識可能なレベルの自己組織化は、認識できないレベルの微細なプロセスと連続体力学の法則によって起きると主張したが、 しかし計算することは困難であるということが非常に大きな問題である。この議論は物理還元主義は一つの現実的な手法ではあるが、工事レベルの法則はそれはそれで、自律的であり物理還元主義と互換性があるということを示しているともされる。心の哲学では還元的自然主義とその反対者は理論間の還元が科学の一般であると仮定する。 傾向がある。しかし心の中心的な特性には、いかなる自然科学の言語にも置き換えられないような性質がある。この問題は説明のギャップあるいは意識のハードプロブレムと言われている。コリン・マッキンとスティーブン・ピンカーのような新進ピ主義者は、これを我々の認知能力の限界ではないかと主張したが、スティーブン・ホースとは自然科学における還元の限界が、 心の哲学の議論にも適用できるのではないかと主張している。デイビッド・チャーマーズは意識する心で意識が物理的な用語で説明されることを望むのは自然だが意識が還元的な説明の網から逃れると主張した。ジェリー・ホーダーは心理学と心の哲学を神経科学から切り離そうと試みこれら注意レベルの分野をスペシャルサイエンスと呼んだ。 スーパービニエンスは、緩やかな還元主義だとみなされている。生物学において、還元主義とは1、刑事上学的命題でありに、説明に関する主張であり、3、研究プログラムである。還元主義者が主張し、反還元主義者も受け入れる、刑事上学的命題は、すべての生物学的現象も含める、あらゆる現象は、物理科学と結びついているということである。 非物理的な出来事、プロセスはなく、生物的な出来事やプロセスはすべて物理的である。反還元主義は、刑事上学的主張には反対せず、特定の説明と手法や方法論に反対する。研究プログラムとしての還元主義は、革新をもたらす源であった。ピーター・メダワーは、今まで考案された中で最も有益な、研究戦略と呼んだ。 ミクロレベルの理解は、マクロレベルを調査してもわからない、新しい理解をもたらす。その代表が、解剖生理学による臓器の役割の解明、個体の原理的な単位としての細胞の発見などであり、また伝達遺伝学と呼ばれる繁殖に関わる細胞生理学は、ラマルク的進化論を退りけ、分子生物学は、古典遺伝学を分子遺伝学とした。 しかし生物学の形事上学における還元主義は常に議論の的であった。議論のルーツは19世紀末から20世紀初頭の正規論大気会論論争にまで遡ることができる。生物学と物理学、生科学はどのように関連するか。生物学はそれ自身の理論を持っているか。物理学や科学の一分野となるべきか。還元主義は戦略化、教育や、 説明のための便利な道具に過ぎないか。さらに、生態系は個体群の集合に過ぎないか、種は個体の集合に過ぎないか、個体が細胞の集合に過ぎないか、自然環境における動植物の複雑な関係、個体における全体と部分の関係、肺の初期段階の均一性と生態のパーツの異質性の関係は、どのようになっているのか。還元主義に関する。 最も激しい議論は1950年代にメンデル遺伝学と分子生物学の間で行われた。この議論で遺伝学は完全に分子生物学化されるとする強い還元主義と遺伝学は分子生物学から何も学ぶことはないとする強い反還元主義の対立が起きた。例えば多面発言効果やポリジーン形質は形質と遺伝子の関係を一対一と捉えては、 理解できない。また遺伝子はその発言に環境の影響を強く受ける。春によればメンデル遺伝学の分子遺伝学科は直接の還元ではない。分子生物学者の還元主義的アプローチは遺伝学の理解を深めた。分子遺伝学はメンデル遺伝学の特定の面を説明する助けとはなる。1970年代以降、還元主義の後は 社会生物学論争で対応された。社会生物学の批判者は、社会生物学は遺伝子だけによって、人間の社会行動を説明できると主張している、還元主義者であると批判した。社会生物学者の支持者は次のように反論した。なぜ完璧な信念複雑な全体は、その部分をとにして説明すべきであるマイナスを、馬鹿げた茶番複雑な全体の性質は、 部分の中にあるそれと同じ性質の相和であるマイナスに還元してしまうのか。ジョン・ポーキング法ンはしばしば強い還元主義者とみなされたフランシス・クリックやリチャード・ドーキンスも彼らが説明のために自分自身の分野の概念を用いたがクオークのレベルまで還元しなかったことに注意を促した。還元主義は生物学に途方もない成功をもたらしたが、しかし、 分子生物学の近年の進展状況によって、生物システムの複雑さに対しては、還元主義が非常に不十分な手法であることが明らかになった。生物の複雑さに対しては、より統合されたアプローチである、多元主義が重要なのだ、というのが一致した見解である。ビクター・ワイスコフは、科学を集約的な分野と拡張的な分野に分類した。すなわち、 素粒子物理学のみが真の知的挑戦に値する専門分野であり、他の分野、とりわけ個体物理学は科学の阿流であり、それ自体としては自然法則の知的構造を持っていないとした。これに対する反論として、1972年、フィリップ・アンダーソンは、他は異なりを発表した。統合的分析が見落とされる原因となった。デカルトは分解の後に、 統合を目指していたにもかかわらず、還元主義により分解の後に分解、できるだけ分解して統合しないという傾向が生まれていった。還元主義はそのプロセスの過程で比較的目立たない要素の研究は放置した上で、目立つ要素ばかりを深掘りしていく傾向を生みがちで、結果としていつまでも元の全体を理解するためのデータが出揃わないということになりがちだった。 還元主義による手法では理解しがたい対象も存在するという考え方はデカルトの時代以前からすでにあった。例えばアリストテレスは全体とは部分の相和以上の何かであると述べている。全体性を見失わない考え方は法リズムと呼ばれている。様々なものは階層構造を持ち仮想要素の情報だけでは上層や 全体の振る舞いが予想できないことが後にはっきりと認識されるようになった。そのような現象は創発と呼ばれている。自然科学に携わるもの,の間でも、科学や物理学分野で分解された要素の目覚ましい発見が一巡し、関心の中心が生体、集団、複合体といった複雑性や複合性を持つより複雑なものへと移り変わっていった。すると、 還元主義の問題点は理解され始め、否定的な論調で扱われることが多くなった。そのため、複雑系の科学の考え方や他の考え方が生まれ、現在も様々な試みが生まれている。還元主義という言葉は、多様な科学的標的を攻撃するための便利な、自在な道具になったとも言われる。また、レッテルとして用いられているとされることがある。また、 還元主義者として非難されることがある。リチャード・ドーキンスは、還元主義というのは、還元主義に反対する人の観念の中にしか存在しないと述べて、憲悪感をあらわにした。ありがとうございます。